小林中2月17日1981年10月28日は日本の実業家、初代日本開発銀行総裁。戦後の財界において影の財界総理と称されるほどの実力者であった。愛称は小葉中。小林中の銅像山梨県中駒郡原村に父、矢崎光母、福の次男として出生。 1899年12月に、母方の祖父である小林伝英文門の養子となり、同1901年9月に家督を相続する。旧成功府中学校を卒業後、上京して麻布北新門前町に一軒家を借りる。慶応義塾大学経済学部を受験するも失敗し、早稲田大学政治経済学部経済学科に進学するも後に中退。 1922年、郷里に帰り、伊沢銀行取締役権支配人を経て、1929年に、根塚一郎が社長を務める、富国徴兵保険相互会社に入社する。小林は、社長秘書として、根塚ら帝王学教育を授けられる一方、当時、合成の助を中心とする、小僧実業家グループ、番長会のメンバーとして、なお連ね人脈を広げていった。 1934年、番長会が、定人株の取引で不正な利益を得ていたとして、主要なメンバーが起訴され、小林も連座し、東国の浮き目にあった。結局全員に、無罪判決が下ることになった。この事件は、軍部の革新派と金脈を通じた、司法、検察内部の一部勢力による、既存の政財界指導層への揺さぶりを狙ったものと、言われている。 斎藤実内閣はこの事件が契機となって、総辞職している。小林は遺書を用意するほどの過酷な取り調べを受けたが、屈せず、1937年に解決後布告、徴兵保険に復帰し、1938年取締役、1940年専務取締役を経て、1943年に社長に就任する。 定人事件の縁で、同じ根津財閥系の日清防籍社長、宮島誠二郎と地域になり、また1940年に、根津一郎が成去後、遺産整理に携わったが、その過程で当時、大倉省国税課長の池田隼人と,と知り合い、俺、お前の友人関係となる。こうして築かれた人脈が、戦後財界人としての飛躍の助けとなった。終戦後、公職追放された。 後藤慶太の要請により、1946年から1年半、東京急行電鉄社長を兼任する。1947年には、生命保険協会会長に就任。1951年、日本開発銀行の設立に伴い、首相、吉田茂は、親友の宮島誠二郎の推挙により、小林に、初代総裁の白羽の矢を建てる。 吉田との会談の席上、小林は会議員は政府金融機関ですから政党その他から多くの注文が来ると思いますが、私は一切引き受けません。たとえ総理からでもお断りしますが、それで良ければお引き受けしますと明言し、ますます吉田の信頼を勝ち得ることとなった。就任後は会議員の業務を市中銀行の肩代わり融資に限定しようとしたどっちを解き伏せ、 基関産業に直接融資するという方針を貫いた。資金不足にあたっては、会議員が政府保証をつけて、外資を導入するという施策でまかなった。会議員の融資により、鉄鋼、自動車、造船会社の設備投資が活発になり、戦後復興に弾みをつけることとなった。しかしながら、会議員からは、汚職事件に関与したものは皆務だった。 当時日本工業銀行から理事として出向していた中山総平は小林さんは一部に政賞といった票があったので僕らがしっかりしなければならないと思った。しかし一緒に仕事をしてみると全く違った。実に立派だったと回想している。1951年山梨県では翌1952年4月の統一地方選挙に再して再選を目指す。 初代公選知事の吉江克康に対して対抗馬を立てる動きが加速する。県会議員の星野茂次や竹中栄太郎ら、労組幹部は山梨県政刷新連盟を結成し、民主党議員の天野久志氏を擁立し、選挙戦では天野が勝利する。天野は当選すると副知事に、経済、財政通の人物を求め、小林ながら山梨県出身の財界人は、 山梨県人の中央高級官僚を打診し、郵政省官易保健庁の金丸徳重が副知事となった。1956年に産業計画会議員就任。同年池田隼人が大倉大臣に就任すると、親友の自分が解禁総裁のままでは資金の融資が色眼鏡で見られるとして、翌1957年に辞任。 その引き際の良さが、財界で高く評価された。辞任後は、小林事務所を開設して、天下の素良人を自称するも、各界の来客は引きも切らなかった。池田が、首相になると、講師のけじめをつけるために剣職にこそつかなかったものの、長野茂雄、桜田武史、水野茂雄と共に、財界四天皇と呼ばれ、池田内閣に影響力を及ぼしていった。 万年に至るまで、アラビア石油社長、日本航空会長をはじめ、アジア経済研究所初代会長、海外技術協力事業団初代会長など、数多くの役職に就任し、財界の世話役、相談役として活躍した。1960年10月15日、中央政界では自由党、日本民主党の保守行動により、自由民主党が結成される。 山梨県ではこれに対応して、新党山梨県支部連合会が発足するが、会長人事は南高市参議院議員の広瀬久忠や小林中に打診された。小林は会長職を断るが、後楽園社長の田辺総営を推薦し、田辺は翌年の参議院選出馬公認を引き受け、自由民主党山梨県支部連合会が発足した。1964年在団法人。 三ースカラシップ発起人の一人となる。他に、大田垣志郎、大河内和夫、高村翔平、水野茂夫、鹿内信孝、沢村義夫。1981年82歳で死去。出身地伊沢町の初代名誉町民であり、生前伊沢町に寄贈された公衆街道沿い、笛吹市伊沢町支部に所在する、宮廷宅跡地は、 都市公園伊沢小林公園として整備され、公園内には小林の銅像が建てられている。ありがとうございます。